倒れたマルコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。される人々、白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。おめでに押しかけ、行くぞ。見てろよっと、この目で。どちらの番だ。セカンド、全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル、この